こんにちは、DF東京の秋です。ちょっと前の動画からまたちょっと空いちゃったんですけれど、今回は洋服ではなくて雑貨をご紹介したいと思います。今回ご紹介するのはこちらですね。イギリスのナチュラルスキンケアブランドのヘッケルズですね。でヘッケルズは2012年にイギリスの南東部のマーゲートというところで設立されたブランドになります。ヘッケルズのアイテムはシンプルかつハンドメイドで制作されています。原材料は、その海岸線で取れるものをベースに作られています。で販売からわずか2年ぐらいでイギリス、ロンドンですね、ロンドンの主要百貨店のセルフリッジだったりリバティはもちろん、人気のセレクトショップとかでもかなり多く取り扱われるようになりました。現在 DF 東京では大きく分けて3つの商品を取り扱いしています。まず一番、これは絶対やりたいなって思ったのがこちらですね。ブルッと中開けるとこんな感じなんですけど、これはリンゴの葉のオイルを木に染み込ませてる商品になります。リンゴのオイルの香りっていうのは結構医療とかでも使われたり、リラックス効果のあるものですね。なのでなんかこんな感じでヴィンテージ の瓶とかなんかそういう風に入れて、商品の使用方法としてはちょっと火で炙ってっていうのが書いてあるんですけど、個人的にはもうこのままでだいぶ香りがするので、そのまま置いといてもらえればいいかなと思います。一個一個がもちろん香りがするので、人によっては1個クローゼットの中、1個車の中とかで、僕の知り合いのデザイナーはこれをこう差し代わりにハンガーにかけてる人がいるので、そういうのもいいかなと思います。で次ですね、去年からですね取り扱い始めてるんですけど、お香ですね。火がかけるとこういった感じなんですけど、でお香と真鍮のお皿とロートが一緒に、DF 東京では発売してますね。先にお香はずっと販売されていて、このロートのセットは去年ですかねから始まったような感じですね。で香りはレモンバーム、ワイルドフェンネル、オグマールでジュニパーですね。で個人的にはワイルドフェンネルが結構癖になる香りなので結構好きなんですよね。で3つ目がキャンドルですね。でこれがちょっと箱なんですけど、これがそのまんま品番にもなってるんですが、これがGPS コードになっていて、これ検索するとなんかある場所が出てくるんですけど、なんかそこで取れたものを書く、品番使っているっていうのがこのキャンドルの特徴ですね。でこれも火つけなくてもだいぶ香るので、このパッケージ僕かなり好きなので、これにそのまま入れて、置いとくだけでもかなり香るかなと思います。で、ヘッケルズの魅力の一つとしてやっぱりパッケージが可愛いっていうのがあるので、このアップルウッドも、イギリスやっぱり紅茶の国なので、ちょっとアップルティーの茶葉が入ってるような感じで作ってたりとか、あとこの木の感じとかもそのまま、プレゼントとかにもかなり適してるのかなと思います。アップルウッドもお香もだいたい2000円台で、買えるものなので、結構、今の時期だとホワイトデーとかにちょっとさらっと女性にプレゼントしても、女性だけじゃなくて、先輩後輩、なんかお世話になってる方にちょっとこういう気の利いたものをあげるのもいいかなと思います。いかがでしょうか。ぜひともじゃあホワイトデーにもらってないんだよ。いいけど、そういった感じです。でキャンドルに関してはちょっとホームページは載せてないんですね。やっぱりガラスなのでちょっと配送するのがちょっと不安なので、ちょっとキャンドルご興味ある方はぜひ店頭にお越しください。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございます。